皆さんこんにちは2019年ここが出た満館本試験解答速報を始めていきます担当はレックス専任講師亀田ですよろしくお願いします私亀田が担当するのは、えー、まあ、本試験の中でね実施された、えー、実務会計設備系ということとなりますのでよろしくお願いします はい、それではです、ねえー、本日2019年11月24日日曜日ですけれどもね全体的な感想としてはです、ねえー、私は実際にはね、えー、まあ建築設備系などしか担当しておりませんが、まあ、他の講師聞くところあるいはまあ私もさっとだけですがね、えー、法令系見渡したところ、まあ、結構解きにくい問題が健在してたので、まあ、若干例年に比べると と難しかったんではなかかろうかなとは思っております、まあそうすると、まあ、なかなか、まあ、皆,さん皆さんが一番知りたいところなんでしょうがね合格推定点どれぐらいになるかっていうところなんですがアンケートもない状況で、えーまあ安易なことは言えないものの、まあ、昨年がかなり簡単だね、えー、っていうところだったんで昨年よりもまあそれ以上になることはなかろうということなんでね、まあ、若干 推定点も下がるんじゃなないかなとは私はは私今時点では考えております、はい、ただしですね私が担当する、えーまあ、建築設備ですね、まあ、会見も踏まえてですがこれは本当に例年通りでね何の波かでもただ、まあ、若干あの読み取りでですねどっちも取れるというね、まあ、これも例によってあるんですがねそういう問題があるものの、まあ、比較的過去問さえしっかりやっとけば取れる問題が多かったんではないでしょうか。まあ、それと、まあ、もう一つはですね、えー 難問かはもう、えー、さっぱりわからないという問題が含まれておりますのでね、まあ、そこをまあちょっと補修して考えなかったら、まあ、それで、えーまあ、怪我しなかったらそれで、えーまあ、合格にね影響は出なかったような問題であったとは思います。はい、実際的に、えーまあ、全問とは言い切れませんが、ね、いくつか特徴的な問題、えー、というところでね当たっていきたいんですが。 まずは問いの20番から問いの23番まで、まあ、4問、いわゆる建築設備系の法令が続いていきます。これ例年通りでしたね。えー、建築基準法、土地計画法、それから水道法、消防法とね、えー、続いていきましたが、ちょっとそこ振り返ってみますと、問いの20番。 から都市計画法ですが、まあ、これは何回取材されたか分かりませんけれどもね準都市計画区域においてまあ用途地域とかそれから補助的地域地区とかねこういうものが定められるかっていうところなんですが、まあ、今年はまあズバーリその中の補助的地域地区の高度地区が定められるか、えー、これもまあ過去見渡すだけでも2回3回聞いてるんですがねもちろん高度地区に関しては定めることができるというね、まあ、単純な問題でしたできないというと誤りですね。えー、それれからまあこれも この試験特有なんですが建築設備法令はほぼほぼ誤りの足を探せということなんでまあそこからも非常に良いだったと思いますその点は21番以降も同じですね建築基準法は問いの21番目でしたがいわゆる防火壁区画ですね1 0平米を超えるような建築物についてはね、えー、各界ね防火壁区画しなきゃいけないというところなんですがこれはあくまでも 耐火建築物および純耐火建築物以外であればっていうことなんですが本門本足は耐火建築物ですからえ特に防火壁区画というのは必要がない、まあ、これも典型的な過去問からのねえ推測できるパターンでした。はい、それから水道法もまあずっと難問が続いておりますが今年は比較的時安かったのかなっていうす ところでしょうか、ねえー、まあ例によって簡易専用水道の規定なんですけれども、えー、いわゆる検査ですね、まあ、これは、まあ、あくまでも地方公共団体の機関であったりそれから厚労大臣のね、えー、この、えーまあ、登録を受けたものということなんですが、えー、この足においては都道府県知事の、まあ、登録の、ね、原則的に書いてありますので、まあ、ちょっとこういう引っかけするかなっていうのは一瞬疑問なんですが、まあ、明らかに誤ってるっていうことは確かなんでね、えーまあ、これも比較的、えー、容易に解けた問題でしょうか。はい 問いの23の番は消防設備これも設置基準ですがまあ あの細かいことを覚えていなかったとしてもね、えー、正解になっているあの誘導塔ですね誘導塔は何のために設けるかもちろん理想を求めて各階に設けてるものはありますがいわゆる、えーまあ、高層の建築物でね、えー、消防はしご車による、ねまあ、救出などができない、まあ、高層のところなのでこれは11階でしたね。えー、そうすると5階建て、えー、となった時に必要かっていうとこれは必要なかろうというので、まあ、これも非常に容易な問題でした。まあ、あの前半に出されたこの、えーまあ、設備 経営の法令がまあ取りやすかったのでね。それに波に乗ってるかどうかでしたかね？はい、それからえー。 会計ですが、例によって仕分け関係ですが、これが問いの三十四番、それから三十五番となりますかね。三十四番はもう単純な仕分けですが、途中、途中ですね。修正仕分けが入って一瞬はってなったんですが、問いの三十四番。仕分け、単純な仕分け、足の三番ですね。選べばよかったというところです。確かに、この問いの三十四番は。 一足一足違う仕分けをせよっていうことなんですけれどもあのまあ極端な話修正仕分けが、えーまあ、できなかったとしてもねそれを飛ばしてでもね、えー、正解にはすぐたどり着けたのでこれやはり落とすとす致命傷問いの34番はい問いの30、えー、とこちらが5番になりますかねはい。 これ、まあ、会計ではちょっと珍しく個数だったんですが、ね、こちらも比較的、ねえー、基本知識だけ聞いているので個数にしては、ねえーまあ、それほど難しくはなかったかとは思いました、はいえーまあ、いずれにせよこの会計の2問は絶対落とせないという感じでしょうかね。はい、から、えー、と問いの36番から問いの45番までですね、えー、いわゆる設備建築設備の問題が続いていきますが、えーとまあ、例によって 1>, 1問だけが正しい問いの38番だけ正しいものは選べっていうの以外は全部誤っているものあるいは適切でないものを選べなんでねですからまあ例によって1個だけおかしいところを見つけたらそれでまあ終わりっていう問題ありましたはいでしたね。でその中でですねまあまあちょっと範囲外れているかなとなると。 と38番から394041とねページでいうと24ページから25ページにかけてのところでしょうか。はい問まあそれ以外はまあ過去問をしっかりやってれば十分回答できるようなね、えー、問題でした。はい ところで,なんです、ねまあ、例によって過去問から外れたとしてもあの、まあ、よく言う文言がおかしいだろうというのが気づいたら、ねえー、それで回答できるような問題も,もありました、まあ、例えばです三十九番あまりズバリズバリ聞いてくることはほとんどないんですがね、えー、設計管理方式についてですが、まあ、その中で正解になっているね足の三番目工事管理会社は引き渡し後に工事管理に関する歌詞が判明した場合、えー、これに対応するために 特定住宅貸し担保責任の履行の確保等に関する法律いわゆる、えー、住宅貸し担保履行法、えー、時折出てくるんですがねただこれ内容というよりもこの貸し担保責任の、まあ、保険ということなんで貸し担保責任代が多うか売り主ないしは請負人ですからね、えー、少なくともその施工管理者は負わないだろう。それについてね、えーまあ、保険契約うう これ、えー、施工管理者自体が、ね、保険契約というのはおかしいだろうということで、ね、これは貸し担保責任そのものはあくまでも契約の当事者である、まあ、売買であれば売り主ですね、えー、それから、えー、請負であれば請負にね、まあ、こちらが負うはずだろうというところから、まあ、推測はできるところですね。それから問いの41番これもあんまり聞かれないんですが、ねえー、いわゆる耐震の問題ですが。 正解足足なってる足の4番目ですね、えー、これ固定荷重としてありますが建築物に常時かかる具体内装のねまあそういった仕上げのものなんですがそこの中にね、まあ、例によって、えー、こういうものを最後の最後に一個ちょっと余計なものを加わってますかね家具等っていやあの確かにあの違う側面で言うと家具はちゃんと耐震上固定しなければいけませんっていうのはあるんですが、えー、固定荷重に入れるか入れないかあ家具があるかどうかはこれ部屋によって違いますし建物によって違いますね。えーまあ、荷重の一つですが まあ固定とは言わんだろうというところでまあこれもね、えー、おかしいはずだろうということ、まあ、まあ気づくところでしたかね。はいっていうところです。ままああこれもまあ一つただし ちゃんと知識で解かなきゃいけない問題も結構ありました。それがまあ、えー、問いの42とかね43それから44なんか典型的なものでしたね。えー、問いの42はですね、えー、これも単純の数字の話なんですが建築基準法ですかね。いわゆる避難階段なんかからのね、まあ、公園などいわゆる避難場所への移動のところのそのまあ、通路の幅ですが、これも単純に。 5メートルですこれをまあたまーにやってくるんですがね「せこ奥せこ奥」0 1メートルだけ減らして0.1.4とねはいまあ数字しっかり覚えるところはね覚えていかなきゃいけないところでしたね。はいそれから問いの43番もこれも数字ですがねあのいわゆる受水槽の6面点検はもちろん基本は6 0ンチであるものの上部ねこれ。 はもちろんマンホールが付きますからここだけは100ですね。それをまあすべて60センチとしてしまうともちろん誤りということとなります。はい。から44は何回聞かれたかわかりませんがね。特殊継手方式これはあくまでも伸長つぎ方式すなわち排水の縦管を利用するので。 独立した通期立て感は存在しませんよね、えー、それだけでした、えーまあ、こういったところを、まあ、いかに落としていなかったかというところね、まあえー、そこが一つポイントとなりますおそらく、まあ、過去問をしっかりやってさえおればね、えーまあ、合格にはほとんど影響が出ないというところですねあの、えー、というところなので、まあ、傾向としては、ね、変わらないというところでした、はいえーまあ、以上ざっと、ねえー、したまあ傾向ですがね えーまあ、変,わる変わることなくやはり過去もしっかりやっておけばね対策としては十分でしたっていうような項目が、まあ、今回のね建築設備及び会計実務に関する問題からでしたはいでは以上私担当とする、ね、ところの感想としては以上をですね、まあ、なかなか気がやきもきするところですがね、えー、まあそろそろ、まあ、あのレックの方としてもね、えー、まあ 合格あ失礼しました。正解ね、番号出しているところなんで、まあそういうところを参考にしていただければと思います。はい、では、えー、本日ですがね、えー、ありがとうございました。